朗読アラモードのカイトミナミです。今回お送りしますのは、草加洋子作、番章です。結婚して間もなく夫を失った若い女性。その恵まれてもいる環境の中での喪失感が細やかに描かれています。どうぞお楽しみください。 草加洋子作。く。晩章。何をできたのと玄関で突き返されて、私は狭い石段をうつむきながら降りる。広いバス道を時々ジープが失踪し、その度に高いポプラの小杖の葉が揺れるようだ。駅には人が大勢いた。 上りも下りも、もうすぐ電車が来そうだ。十一円で神戸まで、急行電車が轟音立てて、踏切に立つ私の影を引き裂いて過ぎる。月はかなり高く、その光は青白く悲しい。すぐ後に電車が来て、静かに止まる。乗る。 空いた席が長くある。耳をつんざくような車掌の笛。車は滑る。おばさん、それにともちゃん、ゆのさんにも会わない。さよなら。涙が出たりはしない。涙なんて、もっと一大事の時に流すものだ。水晶だと言って、 くださったわね、この首飾り。おばさん、いりません、こんなもの。引っ張った拍子に糸は切れて、玉は丸く転がる。急いでスカートですくい上げ、思い直して袋にしまい込み、持って帰ろうとしてしまう。だけど、どうして私は悲しいんだろう。 涙は出てきてしまったじゃないか。まあいい。拭いたらそれでいいのだから。今日は金曜日。金曜日の夜を私は何度あそこで過ごしたろう。去年、そう、秋。十月の初めの頃からだった。ともちゃんとは、 女学校時代の友達で机を並べていたし、お互いに音楽が好きな点から誰よりも親しい付き合いをしていた。氷のような冷たい中に変に子供っぽすぎるところのある人で、それが恋にしているのかと思う時もあるような。なぜならそれが男の人に対しての場合、ひどく色っぽくも見えるのだ。 ちょっと心の底をつかむことができない人だった。私はともちゃんが好きである。彼女の足はまっすぐに伸び伸びしていて気持ちがいいけれど、ともちゃんよりそのお母さんの方が私はもっと好きなのだ。そして今、私はその静おばさんのことを思い出すのだ。 不踊の咲く静かな日、私はおばさんと二人で話をしていた。私はね、十三年もの間よ。あなたはまだ一年くらいでしょ。う。一人ぼっちの生活は寂しいです。けど、耐えてきているのですよ。ところどころ黄色くなった写真帳を送ると、夫への愛情の数々の歌が、 写真の脇に、写真の上に記してやる。石川がね、死んで十三年にもなるのよ。再び十三年を言われる。その時のおばさんの顔は、死んだ人への追慕で陰っていた。この人は、干渉で生きているのか。私はバカバカしくなる。 おばさん、死にたいと思わない思ったこともあった。ともこがいたから生きていたのでしょう。けれど、今は死のうと思わない。寂しいけど生きること、何か美しいよね。おばさんは紫の着物を着ていて、鼻筋だけに少しお化粧をし、 額のところに髪の毛を垂らしている。素足で白いつま先のあたりを揃えたり離したりする仕草が自然で美しいと思う。言葉少なに二人とも好きなタバコをくゆらしながら日が陰ってしまうまでお話をした。ともちゃんは卒業してすぐ勤め始めた刑事虫より帰ってきて、 ピチピチと動き回る。平和な家族。確かにいい。ピアノを教える未亡人。このピアノの先生がまた余計に素敵なのだ。グリ栗色のピアノは蓋が開いていて、楽譜が開いたままになっている。六甲へ林道を取りに行きましょう。 次の日曜日、三人で昼過ぎより山へ登った。林道の色は、おばさんの感じより、もっと悲しすぎる。夜まで芝生の上に寝転んだり、小鳥みたいにピーピー歌ったりして、手にいっぱいの花束を持ち、山を下ったとき、私は本当におばさんが好きになった。学校を出ると、すぐ結婚し、 すぐ夫が死に、私は一人になって、毎日たまらなく無理な生活を送っていたとき、おばさんは苦しいことを聞いてもらえる友達であり、慰めてくれる優しい人だった。金曜日、うちで毎週コーラスをしようと計画したの。S 大のグリーンの人に来てもらって、女の方は、ともことあなたと私と、 お弟子さん少し。ねいいでしょう私はその時だけでもほがらかになりたいと、そのおばさんの計画を喜んだ。何とかして出てまいりましょうと答え、その金曜日、最初の日、私はなるたけ若々しい装いをして、石川家を訪れた。中にはわいしゃ喋っている四五人の学生さんと、 かしこまって座っている二人のお嬢さんがいる。この方、ともこのお友達、津山さんっておっしゃるの。あるとよ。おばさんは気軽に私を紹介した。私は黙ってお辞儀をした。私が未亡人だってわかるかしら。なるたけ隠しておきたいと思う。 一番端のこの方、あさみさん。次がみしまさん。メガネがわださん。こちらがゆのさんっておっしゃんの。女の方の方はすすきさんご姉妹。賛美歌の優しいのを二つ三つ歌ったりしてみんなでお茶を飲む。いつまでたっても金曜日は集まりましょうね。 おばさんは帰りがけに私に囁いた。貸箱を持って二三日後、六甲へ来たついでに私は再び石川家を訪れた。うちにいて出戻りだという肩身の狭い思いにいい加減くたびれていた私は、静おばさんと話をしたくてたまらなくなったから。 半オーバーの襟をかきたてて、私は門までの石段を登った。木の壊れかかった門は、鉄錆びたもののすれ合う音がして、なんとなく開いた。ピアノの音が聞こえてくる。どうやら幼い人を教えている途中らしく、タイムを取るおばさんの声がそれに混じって聞こえる。玄関で、 音の止むまで待った。四つくらいの男の子が私のそばをすり抜けて走り出た。まあ、いらっしゃい。さあ、どうぞ。ちょうど今住んだところ。お話し,しましょう。私はあなたが好きよ。美しいもの持ってらっしゃる。おばさんはそう言って、先立って客前入ると、 すぐコーヒーを入れてくださる。これ、甘いものお好きでしょ私は菓子箱を差し出した。まあまあ、洋館。私の大好物。素晴らしいわ。後でお抹茶立てていただきましょうね。そして、私たちの話題は、この間の金曜日のことに移った。 言い方ばかりでしょあさみさんって胸が悪いの。でもとてもいい人。あの人には死があるわ。きざな言い方だとは思えない。仮に私がそのような言葉を使ったとしたらいやらしい感じがするだろう。だけど、おばさんがよく口にする死だとか夢だとかいう言葉は綺麗な韻を持って、 私の心に染み込んでしまう。他の人も皆それぞれ良いものを持ってらっしゃるわ。三島さん、絵を描くの。ユーモアがあって面白くてよ。和田さんってお人好しで親切よ。よくお菓子買ってきたりして、はい先生、少しですけどってくださるの。ゆのさん、名前が素敵ね。 でも黙っていて不愛想で、あの人わからない。ユノさんというのは、ちょっと日本人離れのしたような骨格のはっきりした顔立ちで、目が奥の方にあって、りょろりとしていて、皮膚が真っ白。それに、タクトを取るというその手は、細くてアルコールの匂いがするようだ。みそっぱで唇が薄く、 桃色をしている。そう。いいお名前ね。で、湯のをなんておっしゃるのらですって。湯きら。いいお名前ね。今度11月の第4日曜日にグリーのコンサートがあるのよ。その時指揮なさるの。行きましょうね。ご一緒に。 私は二時間もいてじした。たびたびいらしてちょうだい。金曜日の他にも。お話しいたしましょう。あなた、本当に好きよ。その次の金曜日には、随分打ち解けて、皆とお話しすることができた。三島さん、絵をお書きになるのですってね。誰の絵を好き あちらの私は問う。僕、ルナール、女のローランさん。私はこの二人の絵描きは取り立てて好きじゃない。ゴローも好きだね。ゴローね、私はあまり好きじゃないわ。あの静けさが退屈に思えるときもあるの。もっと血のあるもの。 人間的なものに惹かれるわ。じゃあ、誰さ。そう。私、ゴッホ。それから、新しいので、ルオーとかゴーギャンとか。三島さんは黙ってしまった。確かに不機嫌な顔色がうかがわれたのだ。私ははっとした。何でも同意する方がよかったのだ。 女はそうでなくてはならない。その日は悲しかった。しかし、いつの間にか、そんな空気のうちに、だんだん私も慣れてきて、自分自身づけづけ言っても、それが気にならないまでになった。あさみさんは、澄んだ大きな瞳をしていて、少しびっこである。おばさんはかりを本当に可愛がっているようだ。 という言葉は不適当かもしれないが。けれどもその次、私はまた金曜を待たないで行ったとき、おばさんがこう私に告げた。あさみさんね、あの人ほら、そこにすみれって喫茶店あるでしょあそこのおばさんが夢中でね、一緒に住んでいるのだって。胸もきっと映されたのね。 かわいそうだけど仕方がない。あさみさんだって嫌いじゃないんでしょうから。うちは京都の田舎なんですって。おうちの方何も知らないんでしょう。あさみさんが私は近頃めっきり青く痩せ細ってきた彼の面影を胸に描いた。弱いのね。でもわかるわ。 私は変に同情したい気持ちでいっぱいだった。お金がないんでしょう。すみれなら、もう一生懸命であさみさんのためにするでしょうよ。初めておばさんの言葉に、嫉妬めいたイライラしたものを聞いた。愛情なんてなくてもよいのだ。食べさせてもらえばこんなありがたいことはない。戦後、 男でも女でも若い人はそう考えるようになった。無理もない。最も現実的な生きるということにみんな血眼なのだ。おばさんはしきりにすみれのおかみさんの悪口を言ったりした。11月のよく晴れた日にグリーのコンサートが 私は静岡さんとともちゃんと三人で聞きに行った。すみれのおかみさんが白いショールを口に当てて立っていた。傍らにあさみさんがうつむきながらぼそぼそ何か言っている。黒い制服を着た若々しい学生さんが舞台に並んだ。そしてゆのさんがたくとぼを持って現れた。 彼の白い手が小刻みに震えているのを見たとき、私は何かしら彼に好感を抱くことができた。それは喜ばしいことだったかもしれない。夫は死んでいる。私は一人である。誰かを愛していたいと思うのだ。音楽会が住んでから、はにかみながら挨拶をしに来た彼と瞳をぶっつけると、 彼の方からそらしてしまった。あさみさん、嫌な、すみれと行くじゃないの。あの人やっぱりダメだったのね。おばさんは、同じ道を先に歩いていく二人を見てそう言った。私は、先だってまでのおばさんの言葉を思い出して、おかしくもさえあった。この時、 私は初めておばさんに反発したい気持ちになったのだ。この頃の人、ローマンがないのね。肉欲だけなのね。私に囁いた声は少し上ずっていた。その時、イノさんのマフラーをほとんど顔が触れ合うまでにも近づいて整えてやっているともちゃんの横顔を見た。 私にはできない。男の人のものに触れるのさえ、私はできないのだ。ともちゃんはあんなに平気で、私と同じ年齢だのに、ともちゃんと自分との隔たりを感じる。やっぱり私は未亡人なのだ。そう思ったとき、私にだってできる。私だって男に近づいていいのだ。 悲しいほど、むらむらとともちゃんに対して、競争めいた気持ちを抱いた。それ以来、私はできるだけコケティーに振る舞おうと意識し始めた。髪の型を派手にし、お化粧を目立つようにさえした。私はわざと甘えるようなふりをした。私の目から、何か光が発散するようだ。 私は生きている。恋をしてもいいのだ。夫の亡霊は遠のいていくのだ。そういう私に真っ先に答えた人は、三島さんだった。私が自分の周りに高い垣根を作っていたのを、画然崩しにかかった時に、スルスル入ってきたのが彼だった。君、綺麗な羽。 ええ、綺麗でしょ自慢なの。ある金曜日の帰り、私たち二人だけで夜の道を駅へ歩いた。暗いから送ってちょうだい。その代わりに、歯でしょ歯が欲しいんでしょそうだ。今。彼は私の肩を抱き、 あやうく口づけをしようとした。いや、まだよ。うちまで送ってくれなきゃ。電車は終電だった。次の駅へ着いたとき。これで行っちゃえば僕、帰れんよ。勘弁してね。私は彼の膝をつねってやると、彼を解放した。そして、 思いっきり歯を見せて笑ってやると、私は急に悲しくなった。三島さんが、どれほど本気に私を愛したのか、それは知らない。とにかく、いい加減のところで、私は蹴っ飛ばしてしまった。彼は泣いて私をのしった。おばさんは、私の意識的に振る舞っていたことをご存じなかったし、 三島さんがおばさんを見向きもしなかったから、彼に対して好感を持っていなかったことから、私の取った結末を何とも咎め立てしなかった。金曜日の回より一人減った。いや、その前に二人の姉妹は辞めてしまった。凄まじいほどの私の勢いと、おばさんの時々ほのめく妖霊さに、 逃げ出してしまったのだろう。ついで、あさみさんが辞めた。すみれのおかみが、私とおばさんに対して、いい感じを持つはずはない。喫茶店の二階の窓に、しょんぼり道を見ている彼を、時折見た。あさみさん、死んちまうよ。本当にだらしがない。あんなおかみ。 どこがいいんだおばさんの言葉はかなり激しかった。その頃、いつも金曜日にはかっちりと来るのがユノさんであった。私はあの音楽会の折に彼に恋に似た感情を抱いたが、彼はあまりにもウイウイしすぎて私の方から近づいていけなかった。おばさんは 彼のウィウィしさが気に入った。ユノさんって第一印象悪かったけど深みのある人よ。とてもセンスがある。バイオリン弾くしね。金曜日には必ず来ますっていつも言うの。街に出ても親切に荷物持ってくれるしね。私はその時。 何か敗北感のようなものを感じた。けれども私は命をかけてまでユノさんが好きではなかったから、そのままおばさんとユノさんの様子を傍観しているような形だった。金曜日のコーラスは、私とともちゃんとおばさん、ユノさんと和田さんになってしまった。和田さんは細かく動く人で、 何でも面倒なことを引き受けてやる人だった。和田さん、あの人のお嫁さんにもらってもらおうか。でもあんまり善良すぎるわね。真実一度みたいになるわ。と、ともちゃんはある日こう私に告げた。12月の25日、私は教会で夜中の三騒げをするためにうちを出た。 私は元より信者ではなかった。けれども、荘厳な儀式を見たいと思ったのだ。雪に混じった雨が肩に重く濡れて、つま先まで凍えそうだった。山の境界へ登る途中、私は、私の境界へ参るという気持ちの中に、好奇心の他に何かあるのじゃないかと考えてみた。 確かにある。私は恐れているのだ。私の心の中にある道徳的なものが、時々頭をもたげるのだ。しかし、ミサに行って、少しでも懺悔をしようという気持ちは、全くなかった。ポプラの子たちを、向こうから降りてくる三島さんに会った。 教会へよせやい。飲もう。私は彼の面影に不愉快なものを感じた。三角形のゆ歪んだ唇からはもうすでに酒の匂いを漂わせている。私はしばらく立ち止まった。いいわ。じゃあ飲みましょう。おごんのね。 記念になるクリスマスだわ。復活何のふふふ。<laughs> 三島さんはクリスマスもイースターもない。私の腕にもたれながらどうにかすみれのドアを開けた。胸をわずらっているあさみさんがひょろっと立っていった。あなた、バーテン私のからかいに 彼は反発もしないでしおれていた。私とあさみさんとみしまさんはビールを飲んだ。おかみさんが時々こちらを見る。今晩どうするやっぱり教会行くの十二時のミサだろう。まさか、こんな姿でいくらなんでも行けやしないわ。じゃあ、僕んとこ泊まらんか。四畳半の下宿部屋。 それとも、あさみさんとこか。どっちだまあ、すみれが角を生やすわよ。大変だ。小声で奥にいるおかみさんの顔を盗み見しながら二人に囁いた。ねえ、あさみさん、そうでしょ彼は黙って光に火をつけた。だけど、あんたんとこなんてまっぴらよ。 香水振った刺繍の入った枕あるそして純白のシーツのベッドよ。酔っていたから、私は三島さんにそんなことを言った。家へ帰るの嫌だし、石川さんとこへ泊まらせてもらう。あそこか。嫌だね、あのおばちゃん。この頃は誰お気に入りは。決まっている。言うよ。 言うよと言った私は自分のその言葉に不愉快になった。雨ともあられともつかぬものがますます降り出す。そこから三分と行けば石川さんの家なのだ。止めて、あたし飲んだの。悲しい。お墓の下であれが笑っているわね。いや。 怒ってるかなおばさんは優しくしてくれる。今日はユノさんはいないのだ。ともちゃんは私の姿を見て愛想が尽きたという。オーバーを着たままこたつの部屋に入り、こたつの中に足を突っ込んで二人と話をした。私、ダメよ。生きられない。 涙がぽろっと落ちる。私、あんたにもっと期待してたのに、あんたって本当につまらない人だ。ともちゃんは遠慮えしゃくなく私に言う。彼女は冷淡な性格なのだ。私が泣いてもなんともないし、私が死んだってなんともないんだろう。そして、会社のつまらない恋愛沙汰を面白そうに喋り出す。 ごめんだ、ごめんだ。甘ったるい愛の言葉。ラブレター、誓い、永遠だなんて。愛に献身だ、犠牲だなんて。そんなものは偽りだ。闘争なのだ。略奪なのだ。おばさんとゆのさん。その二人の間に立つ自分を想像してみる。そして、もりもり湧いてくる何者かを感じる。 ちょうどその時、おばさんはこう言った。ゆのさん、あなた、どちらも好き。綺麗なものでよ。私はね、人に増して美しいものに憧れる気持ちが多いの。ともちゃんは寝ていた。目がつり上がっていて、口がとんがっており、決して美人じゃないけれども、清純さが感じられる。 それは私にまた結婚しているのだという自覚を強く蘇えさせる。おばさんと私はよっぴいて喋った。ユノさんに対しての感情を明けすけに私に語られる。それが私は不思議でさえあった。おばさんと私と最初にしゃべった時、それは三ヶ月前の不要の頃だった。 あの時、おばさんは私に何を教えたのだ。そして私は、おばさんの生き方を驚いたくらいなのだ。こんな人も世の中にはいるのだ。干渉だけで生きてゆく、と。それが三ヶ月後の今日、おばさんははっきりと、ゆのさんを恋しているではないか。夫の面影を、 時折思い出すという程度に違いない。机の上の防腐の写真はどこへしまわれたのだろう。けれど、これが当然なのだ。女一人生きてゆける道理がない。地上から一旦消えてしまったものはもう再び舞い戻っては来ないのだ。私は今らにおばさんの気持ちを はっきり理解することができた。どこまで発展するだろうか。おばさんとゆのさんの恋愛。私は進んで知り添こう。旗で見ていよう。感情のはけ口は、ゆのさん一人に限られているわけじゃない。誰だってよいのだ。つまり私は、ゆのさんに本当に恋はしていなかったのだ。 年が改まって間もなく、おばさんの誕生日が来た。私は木でこしらえたタバコの箱を送った。二週間前にわざわざ遠方まで彫刻を頼みに行き、それは高価なものだったけれど、思い切って求めたのだ。ゆのさんとともちゃんと私はおばさんを祝った。おばさんはその日、 いつもにも増して美しかった。紫の字に白茶の雨がすりのお飯で紫水晶の指輪をはめて口紅も少し濃かった。私はユノさんとおばさんの柔らかい視線のやりとりを少しの嫉妬もなく見ることができた。こんなお誕生日初めて嬉しいこと。 何度も何度もおばさんはそう言った。その後、金曜日ごとにコーラスは続けられた。わずかな人の集まりであったが。しかし私は、金曜日が来るごとに、この集まりの人々がわからなくなってきた。あまりにも私とかけ離れている。私には、 どうしてもユノさんに男を意識し、おばさんに女を意識しないではおられなかったのだけれど、おばさんは一向平気なのだ。私はある疑問でいっぱいになった。九時頃になると私は帰ると言い出す。和田さんも帰ると言う。ユノさんは一人残っている。泊まるのだろうか。 それとも今しばらくいて帰るのだろうか。とにかく平然と玄関までおばさんとゆのさんとが送りに来る。ともちゃんはそんなことはしないで長椅子に寝そべっているのだ。そういう金曜日がかなり続いた。私は湯野さんとおばさんとのことで疑問を持つのだ。 おばさんは肉体的なものを全く無視しているのだろうかそれともそんな風に装っているのだろうか私はもうおばさんより離れていた。九月にあんなに打ち解けて未亡人同士は語り合ったのだ。けれどももう私はおばさんと話ができない。 ユノさんはいつもおばさんのそばにいる。私はとうとう金曜日の落語者になった。いけない。どうしてもいけない。ユノさんに嫉妬はしていない。また、おばさんが嫌いなのでもない。どうしてもいけない。二ヶ月経った。 私の心の隅にある冒険好きな何でも知りたいという好奇心が、おばさんとゆのさんとの恋愛の終局を突き止めたくてたまらなくなった。ある春のポカポカ暖かい朝、私は近所へ用事のついでもあったし、九時ごろ温室咲きの草花を持って石川家の門をくぐった。 おはようございます。私、津山。あら、珍しい。どうぞ、お入りになって。奥からおばさんの声がした。私は入った。奥の間に、布団の端が見えた。おばさんは、寝巻きに細帯をだらしなくくくって、足を伸ばして座っている。そして、 そばにユノさんが同じように足を崩して座っているではないか。上着が脱ぎ散らかしてあって、ワイシャツの上二つ三つボタンを外していて、白い肌が私の目の中に染み入る。いやあ、いらっしゃい。どうして来なかったの彼の言葉はもうこのうちの人のような響きを含んでいる。 ご無沙汰。ちょっと他に用もあって、忙しかったの。私は十分もいなかった。慌てて玄関を出たのだ。靴箱の上に置かれたユノさんの靴を見たとき、ああ、やっぱりと、予期していたことが当たったという一種の喜びさえ混じったものを感じた。けれども、寂しかった。 もう変だという頃の私の誕生日には私一人でバラの花を生けて一日ぼんやりしていた。おばさんからもともちゃんからもお祝いの言葉すらも来なかった。せめて子供でもいてほしかった。そうすれば私は子供に恋をし子供のために生きようものを。夫の写真を 久々に取り出して、その上を撫でたりした。もう誰にも会わないでいよう。おばさんがユノさんとどうしようと、人のことなのだ。アサさんが、スミレのツバメになろうと、血を吐いて死のうと勝手だ。三島さんは、誰かとまた、やひな生活をしているだろう。三月ほど、 私は私だけの生活をした。その間に私は自分一人で生活したくなり、どこかへ勤み口を探そうと思ったけれど、体が言うこと聞かなく、そのまま実家の世話でぶらぶらしていた。七月の四日、ともちゃんの誕生日に私は人知れず花を送った。白いユリを五本。 一番香りのきついものを選んだのだ。夏の終わり頃のある金曜の晩、私は六甲の石川さんの近所へ人を訪ねてきた。その帰り、私はみちみちタバコを吸おうとしたが、マッチがない。マッチを買うお金さえない。往復切符の服の方がポケットに入っているきり、 今行った人のところへマッチを借りに行くほど親しくない。私は半年ぶりくらいで石川さんのところへ行く気になった。ふっとコーラスをまだやっているだろうか知りたかった。なぜならアルトは私だけだから私がいなければコーラスできないわけだ。その後誰か新しく加わったのだろうか。 門を入ると、ピアノの音も、コーラスの声も聞こえない。ごめんください。ともちゃんが出てきた。いらっしゃい。どうしてたのマッチ貸して。彼女はマッチを持ってきた。コーラスはずっとしていない。病気渡私。胸になったの。 本もいかん。ムービーも。もちろん、歌えんの。えそう。それで会社は休職。半年ぐらい休まなくては。おばさんは、お元気お母さんも悪いの。ヘルニア。まあ、そう。ユノさんは来てる。 注射、毎日してくれるの。ともちゃんは、あがれとも言わない。けれど私は、ここまで来ておきながら、おばさんに挨拶なしでは帰れまいと思って、とにかく靴を脱いだ。私はおばさんのいるところへ行って、お見舞いをいった。彼女は、私の来訪を喜ぶと思いのほか、迷惑そうな面持ちを露骨に表した。 ユノさんもそうだった。彼はもうこのうちの人なのだ。だが、ともちゃんは一体どうしているのだろう。どう見ているのだろう。この空気を。私はタバコを吸い終わるとこのうちを出た。その後、私はうちを出られる日は石川家へ訪れようとした。 おばさんとユノさんは迷惑なのだ。それを知っていながら、私はともちゃんの体を案じ、スープや果物を届けた。胸の病気がどんなに苦しいものか、私は謹慎にその患者がいるためによく理解していた。ともちゃんを失いたくないと思うのだ。私は彼女が私のこしらえたスープを、 美味しいとさえも言わないで食べるのをじっと見つめながら、これでも一生懸命にしてあげたのだ。冷たい布団の中に入ると、また急に涙が出た。私は今日、手ぶらで彼女の家に行ったのだ。何をできたのそうだ。私は、 何しに行ったのだ。妙な関係の三人が食事をしている和やかな空気を玄関に感じたとき、私はこの三人の組み合わせは、やはり私から遠い存在のように思った。私は女の友達を二人失った。もっとも、ともちゃんの方は、 去年の暮れから愛想つかされ、おばさんもこの春すでに私など眼中になかったわけなのだ。私はもうこのうちに立ち入ることはできない。金曜日の会は私にとっては失われており、彼らにはエブリデイと置き換えられたのだ。そう、和田さんもとうに敬遠してしまっていた。 ユノさんとしゾおばさんの恋愛の終局は、やっぱり肉体的なものであったのだろう。それは当然とも言えるのだ。ありふれたどこにでもある話なのだ。ともちゃんの存在、これはおかしなままなのだ。私は一人であって、一人で生きていく女なのだ。 疲れた太陽の暮れ方の光線なのだ。もうすぐ、それは闇に溶け込んでいく。